お酒の民戻ってきちゃいましたね、先輩。なんとかもう一度この地球っていう星に住む生き物地球タグと交信しなさいって上に言われちゃったからな。前回は言葉が全然通じない地球タグとつながっちゃいましたからね。今度こそこちらの言葉がちゃんとわかる賢い動物と交信しましょうね。そうだな。でもチャンスは一回にし一生物だけだからな。なんか噂だと人間っていうのがいいみたいっぽいね。この通信装置どんな地球タグとつながるか完全にランダムですもんね。祈りましょう。よし。聞こえるか聞こえるか地球タグよ。焦げ終わった。なんかまたトサカに来るな。なんでランダムなのに焦げ同じやつに繋がるんだよ。焦げどういう確率なんだよ。参りましたね。これ今回も済みましたよ。焦げなんか前回より少し進化して賢くなってたりしないのかな。焦げそうですね。諦めちゃいけないですよね。だよな。もうちょっとやってみよう。我々は宇宙民である。今、この星の代表としてあなたに話しかけてます。焦げ。我々の言ってることがわかりますか？刺激がトサカにビンビンくる。終わった。こりゃダメだ。ピンタ超えてるけど超えてるだけだな。ビンビン、もうこの星は諦めましょう。ビンビン、縁がなかったということで。オッケー。そうだな。すっごいビンビンが悪いってちゃんと言おう。ビンコケコケ。あ、でもこの辺の銀河って魚うまいらしいですよ。ビンコケ食べてきましょうよ。もうじゃあ銀河系の居酒屋寄ってこうか。あ、でも先輩パイロットだし長いな。生物でお腹壊したりしないっすかね。いいんだよ。すっごい今回すっごい。このハンドル握ってるふりしてるけど UFO ってどう動かすのかよく分かってないもん。なんか待ちつか先輩それやばくねえっすか。宇宙ってそんなもんなんだよ。いや、宇宙ってそんなもんなんですね。すごいな宇宙って。マジと坂に来るわ。